恩ですかね、恩中とかお祝いとか、うん、恩礼とかちょっと書いてみますか。もうこれがもうこうできますよね、はい、あ、じゃあ書きましょうか。僕こう書いて、次は真ん中のこの中心線、ここにこれもつなげてこうですね、こうこうで、これがまっすぐここに来るようにしてください。そうするとのし袋とかで、まあ、お祝いとか恩中とか書くときなんかに結構見た目がいいです。こうですね。で次、うん、ここからスタートします。上に空間開けてください、うん、でここから中に入れる。もうこれね書いたことありますけど、ここは太くなります、線が。で推定多少長くスッとこことここに空間開けると字がうまく見えます、はい、で行人弁もねちょっと細めにキュッと、無理に大きく書かなくていいですから、キュッと跳ねて、はい、しっかり推定ペンをで、ぐーっとじわーっといってください。太い線で。そうです、そうです、その気持ちです。いいですよ。字の形はもちろんなんですけどね、やっぱり線の質を高めたいですので、うん、太い線をうまく使ってほしいんですよね。縦線形の字とこの折り返したとこですよね、うん、で、うん、あとは必ずこの中心に来るようにすると、この音中とか書いた時に、まあ、こう書いた時、書類書いた時なんかもまっすぐこことここは揃うとやっぱりいいですよね、見栄えが。なるほど。だから真ん中に来るようになんかバランスを作ってほしいんですよね。